デトネーションおかすみのエビです。今回僕は海外チームに挑戦することを決めました。なんで、海外チームに挑戦することに決めたか、まあでも一番大きな理由としてはやっぱり、常に情熱を持ってそのプロゲーマーっていう職業をやりたいっていうことが一番大きいですかね。やっぱり自分を成長させるために、まあ、環境を変えるのも一つの手段なのかなっていう。国際線で他の、まあ、NA とか EU とかその、まあ、いろんな世界の国々と戦って、まあ、自分の力が十分通じるなっていうのが分かったからこそもちろん挑戦することに決めたのもありますね。で、5年いて印象に残った出来事？そうですね。まあ、もうありすぎてね。だって言えないよね。5年だよ、5年。5年。怖いよね。まあでもやっぱり、一番最初の大きな出来事は、まあセロスさんがアリアに変わったことかな、やっぱりまずは。あ、ついにこの時が来たかじゃないけど、やっぱりその、ね、セロスユタポンっていう、日本人の中で、もう、ロールの中、日本のロールの中ではもう、絶対にね、名の知れた二人だったし、まあ、その一人がやっぱり、現役を退くっていうのは、僕にとってもすごい、ああ、変わり目だなっていうのは思いましたよね。他にはでもね、まあでも他にももう、ありすぎてね、ちょっとなんか、まあもう、それこそ毎年の国際戦なんかも言いたいことありすぎよね。カズータサポートにして DK にね、まあ勝ちそうになったり、もちろんまあ勝ってはないんだけど、なったりとか、なんか、なんだ、EU に勝ったり、NA に勝ったりとか。でもやっぱ、だいぶ、着実に進めてきたのかなとは思いますね、まあ毎年毎年。本当に念願だったグループステージ行くっていうのも達成できたし、でもずっとそこに、もう、本当に行きたかったから、俺は。日本のチームが、行ったことのない場所に、行ったことのないステージ、段階に、僕がいる状態で行きたいっていう話をもうずっと思ってたし、話もしてたし。なんかそれが、叶えた時ってのは、本当に、なんというか、人生の目標を一つクリアした感じですよね。でもやっぱりそこでね、別にエンドロールって流れずに、人生ってやっぱ続きますし、ずっと歩みは止まらずに進めてこれたのかなとは思いますね、この5年間。まあ、本当に辛いこともたくさんありましたし、まあ、逆に楽しいこともいっぱいありましたね。で、やっぱりメジャーリージョンという場所に行けば、多分僕が一番上手いっていう状況ではなくなって、まあ、何番かは分かんないですけど、また上を目指して、努力できる環境がまた環境で過ごせるって思うと、もうめちゃくちゃ楽しみですね。正直今回の決断するためには本当に悩みました。悩んだっていうかもう考えたかな、自分の限界を見てみたいっていう心に従うのがやっぱり一番いいのかなと思って、まあ、今回の決断はしましたけど、本当に、まあ、先日ファンミーティング来ていただいたりして、本当に応援してますと、昔のチームの時から見てましたって言われると、本当に何だろうな、みんな愛してるよっていう感じになるんですけど、仰々しいお別れみたいなのはしたくないというか、別にいらないと思ってる、そもそも。そんな重く受け止めずに、ちょっと行ってきますみたいな、そんなくらいの感覚で僕はいるので、まあ特に変わらないかなと思いますね、これまでのあるとは。僕もね、プロになる前は、プ
プロ選手たちがファンのみんなのおかげでここまでやってくれましたっていうね言ってるのをよく見て本当かよみたいなちょっと思ったりもしてたんですけど、断言します、これマジです、これマジ本当に僕も心の底から応援してくれてる皆さんのおかげで本当にここまで、やってくることができたと思ってます。まあ僕はね、なんだろう、別にいなくなるわけでもないので、まあ、また日本でやることも全然ね、これから先あるかもしれないし、30歳となってもやってるかもしれないし、まあ、それは分かんないですけど、まあ、ちょっとやってきます、ね。はい、こんな感じですね。It's another TP. Everyone's against coming in hot, and now Usha, he's ignited. Let's look like first spot on my screen. Double kill. You never double kill. Delta Dragon's direction. Three kill. Got the red dragon. Next attack. Silver back. Silver back. Okay, mega dead. Mega dead. Mega dead. GP ult. Just got that. Big. 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 Oh, bite. Just do it. Ult. Yes.行ってきます。